10月5日放送分、関谷和夫のクローズアッププロジェクト、その時のゲストをご紹介ください。はい、株式会社富与中山社長にお越しいただいております。はい、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はい、ありがとうございます。はい、ラジオの本編でもたくさんお話をお伺いしてるんですけども、うん、今ちょっとビデオでね、情報を出してみたいと思うんですけれども、以前もね、一度ラジオの方ね、お話しいただいたと思うんですけれども、まあ今回は特に今力を入れている、ね、分野の話をお伺いしようと思ってるんですけれども、はい、どういったものを今商品として提供されてるんですか？今はですね、全国の接骨院、はい、整骨院、鍼灸さん向けにベッドを展開させていただいてます。はい、私たちたまに行きますもんね、うん、そうね、僕らがよく寝るベッド、ゴルフで疲れた時とか、腰痛なった時とか、ね、街中にたくさんその院って溢れてるんですけれども、まあ、必ずベッドありますよね。ありますね。はい、富与さんで取り扱っているベッドの特徴を教えてください。手前の方で取り扱っているベッドはですね、色が豊富です。約100種類の色の中からチョイスできます。それすごいよ ね、だからブルーって言っても、そのブルーがブルーもいっぱいあります。ですよね。赤もいっぱいあります。その中からお店のカラーに合ったものとか、はい、なんかこうグラデーションにしても可愛いですよね。何種類もお選びいただく接骨院もあります。ね、そうなんだ。はい、男性用女性用で色を分けても、ね、女性の方嬉しいし。赤のベッドに行ってください、青のベッドに行ってくださいということで。はい、明確に言えるというところ。そういう使い方もできるんや。なるほど、はい、そうですね。こうスムーズにお客さんを運べるようにもなりますよね、うん、はい、あとカラー以外にも大きさやサイズっていうのも調節できるんですか？もちろんです。もう今は大きい人小さい人いっぱいおられますので、はい、多種多様な方がおられますので、はい、企画品という企画外というところをですね、ものすごく幅広く取っています。はい、じゃあ小さめも大きめも企画の料金の中で、もちろんです、選べてしまう。もちろんです。その選べてしまうというところの幅が従来になくものすごく広くて、うん、今までだったら別注扱いになるところが、はい、企画品の価格でご提供できると。まるでセミオーダーね。そうですよね、うん、家にあったこだわりのベッドがね、手に入るということですよね。はい、はい、それすごく魅力ですよね。ね、うん、で実際に中山社長はすごくたくさんの委員とお付き合いがあって、はい、たくさんベッドをまあ、お届けしているということなんですけれども、はい、その数を、今ですね、はい、日本全国で約4000件のお客様とのお取引がございます。うん、一つの会社ですよね。はい、4000件といったらもうすっごい数だと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、手前どもの、扶養ファンといいますか、はい、扶養を大事にしていただいているお客様はもう4000件もなりまして、はい、大変嬉しく思ってます。はい、北谷さん、このファンってポイントですよね。うん、そうやね、それをどうしてはるかや。そうなんですよ、どうやってこのファンというのを心ギュッと掴んでらっしゃるんでしょう。私ちょっと個人的に聞きたいです。手前どもですね、一度買っていただいたらありがとうというハガキをまず出してます、はい、で約1週間後ぐらいにですね、買っていただいてその後調子どうですかというおハガキを出させていただいてます、うん、で3ヶ月ぐらい経ったら使い勝手がまたよく、大丈夫ですかというハガキを出させてもらって、半年後もそういったハガキ、最近の季節新商品も含めてまた出させてもらってます。そうやってずっと継続してご縁つないで。はい、そうですね、本当に何年も持つものなんですけれども、うん、いつまでも大事に使っていただきたいということで、うん、手前どもは手書きでハガキを出させてもらってます。手書き、はい、うん、そこもやっぱりもらった側にとってはなんかメール一通よりも思いが伝わりますし、うん、やっぱり富与さんのことずっと覚えているきっかけになりますよね。そうですね、本当に1年ぶりのお客様からオーダーがあった時も、いつもハガキはありがとうという一言があったりってことでね、そういったことが本当に嬉しく、妙理に尽きるなと思います。まあ、ずっと常にこうご縁が続いてるっていうことだよね。そんな風にしてお客様を本当に大事にされている中山社長、これからもね、また新しい商品ですとか、ますますこのベッドがね、いろんな場所で広がって、はい、私や関谷さんがふと
接骨行った時に、あ、ここ冬さんのベッドやみたいな、ね、ふうに思える時もね、はい、きっとたくさんあるんじゃないかなと思います、うん、本日お話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラジオの方もぜひ聞いてください。